皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の10月の26日月曜日ですね。時間が遅れまして、午後6時59分7時ですね。1時間ほど遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、なぜ人は全知全能の神を信じるのかと、こういう、根本的な問題を取り上げようということですね。土山純一さんですね。毎日ありがとうございます。お茶5杯とコンティニューコインが2枚ですね。それから、昨日、特別公演だったんですけど、金曜日、昨日の、後かな？あ、これは違うかな？放送後にですね、コメントいただいたもので、維新のごたごた騒ぎは野党共闘を潰す狙いがあると思いますという、砂月さん、来年の7月予定の参議院選挙で、安倍自公連立政権プラス橋本新党を連立を組んでですね、3分の2以上の議席を取るとおいう一環として、是が非でも維新を割るということでしょうね。橋本市長の策術に騙されるなと。今日私も取り上げますけどね、リテラーですね。維新の政党交付金を横取りしようとしたのは橋本ら大阪組の方だということですね。から砂月さん、またドライバー更新と表示されることもあります。システムの復元またマイリカバリーで対処し、直らなければプロバイダー専門家に相談してくださいということで、画面上部に表示されるマルウェイ除去の広告をクリックと、これは怪しいんですよね。マルウェイ除去しますという広告自体がマルウェイなんですよね。だこれに引っかかんないようにということですね。から昨日から中さん、ツイキャスのアーカイブの再生ができないと、僕だけでしょうかと。Facebook や Twitter も妨害が多くなりましたということですね。ということで、それで昨日の、特別講演会ですね。太田光政さんの市民に公正な選挙を取り戻すにはどうしたらいいかという話で、講演をしていただいたということで、これのホームページですね、プロジェクトのホームページということで、 K さんが URL を貼り付けていただいたということと、アイボニエさん、止め淵秀人の10年に1回戦争が起こる原因は中央銀行だと暴露と、こういう YouTube ですかね。この戦争は中央銀行の通貨発行権を争う戦いだと思っていいと。ヨーロッパでは国よりも世界銀行の立場が上と。戦争が起これば基軸通貨は万々歳と、こういうことですね。太田光政氏、市民に公正な選挙を取り戻すためにはというエレファントムさんですね。それから昨日の放送の中で出てきましたけど、ノービがいいということで、塚本慎也さんの、まだやってるんですかね、私見ましたけど、かなり前、1ヶ月ぐらい前ですけどね、公開感無量ということですね。ということで、今日の放送を始めたいということで、こんばんはと、今さんですか、トマーベチか。トマベチ、いつも間違うんですよね。利根川さん、利根運河さんですね。かぼちゃいただきましたね。リナさんですね。理屈詰めお願いしますと。ジョナちゃんさん。から、利根運河さんがお茶ですね。今日パキスタン北部で M、地震があったんだ。7.7 の地震があったんですね。と、利根運河さん。さやさん、コンティニューコインですね。から、マツコさん、お茶、配信ありがとうございます。お茶、こんばんはですね。
からクロスルロードさん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。さやさん、コンティニューコインと。それで金曜日の放送の時にですね、普通だったら中継と録画でだいたい1000名ぐらいの方が視聴されてるんですけど、異常に多かったんですね。現時点で2300近いんですよね。これは一体何なんだと。こういうことで、まあ、この前お知らせ取り上げましたけど、2013年8月に、集団的にですね、このコメント妨害を集団的にやられたと、組織的にやられたと。で、創価学会、創価学園の高校生たちがおそらく10人とか20人が一斉にですね、このコメント欄に、短い文章を書き込むと。で、8月の一番ひどいのは24日かな、1日で700ぐらいなんですね、740か。その当時は普通のコメント数は30とか40なんですけど、その日は740ということで、これはもう意図的に創価学会が指令を出して、高校生にですね、生意気な山崎康彦というわけのわかんない、ブロガーがツイキャスで放送していると。で、それに妨害を、コメント欄に妨害を入れろという指令が出たんですね。ということで、その時に、まあ、初見ですとかね、初めてですとかね、そういう短い文章が最初出て、で、それからまあ、ひどかったですね。じじいなんでツイキャスやんのとか、じじい死ねとかですね、カツラ取れとかね、もう、罵詈雑言ですね。だから、それに似てんじゃないかと、初見ですっていうのが結構あったんですよね。利根馬さん、初見って初見って書くんですね。多かったんですよね。から、マツコさん、ワイワイニュース、ツイキャス配信中、なぜ人は全知全能の神を信じるのかと。シカゴさんですね、ありがとうございます。コンティニューコインお願いしますと。から、富士さん、二水さん、コンティニューコインよろしくお願いしますと。エイマーさん、こんばんはと。から、トマベチですね。ということで、今日の放送を始めたいということで、最初、今日の画像ですかね。これは青木恵子元被告ということで、また冤罪事件が発覚したということで、なんか自宅の保険金欲しさに、同居人と共謀してガソリンをまいて、火をつけたというでっち上げでですね、無期懲役ですよ、無期懲役で、女の子、お子さんが火事で亡くなっちゃったんですね。それで、無期懲役で、本人はこの手紙のようにですね、無実なんです。私は無実ですと、ここに書いてありますよね。私は無実ですとずーっと言ってるんですね。で、共犯とされた同居人の人が自白を強要されてですね、警官から。それで、ガソリンをまいて、ライターで火をつけて全焼させたという虚偽の自白をもとにして、検察が起訴し、裁判所が一審二審から上告棄却で無期懲役ですよ。で、20年刑務所に2人入ってて、で、これは無理だと。要するに、ガソリンを、車からガソリンを抜いて、7リットルぐらいのガソリンを撒いて、ろうそくで、ライターで火をつけたと。で、弁護団側は、実証実験したんですね。そうすると、ガソリンは、すぐ蒸発して、ライターで火がつかないと。実験をしたんですよね。それでも裁判の過程で検察はこれを起訴理由にして、で、裁判所もそれを
真実味があると、自白も真実味があるということで無期懲役の実刑にしたんですね。でも実際は車のガソリンが漏れて、それで風呂の火種に発火して、火事になったとこういうのが最新の最新を最新の地裁かなの判事が言うことで、そっちが正しいですよね。だからまあまたしても、奥西さん亡くなった46年間無実を主張して、つい先日亡くなった尾張の毒葡萄酒事件とか冤罪事件がものすごいですよね。それと2つ目、これはなんかこっちの人がなんか差し出して謝ってますけど、これは姫路市なんですね。姫路市で、これは組合の組合長で、これは今年の7月かな、姫路市で公共の広場を使ってイベントを、まあ、組合が主催でやったと。でそのイベントにケチつけしてですね、西張地域労働組合総連っていうんですね、姫路駅北にぎわい交流広場で駅前文化祭を開催したんですよ、7月24日で。それに対して、姫路市側がですね、公序良俗に反するなどして2時間でイベントを中止させたということで、組合は損害賠償請求、憲法第21条、表現の自由を不当に侵害し違憲として損害賠償請求訴訟を提起したと。それで第1回口頭弁論が10月7日にあったんですね。で、結局裁判で勝てっこないということで、この姫路市側はですね、憲法に違反したと、21条に違反したということを認めて、こういうふうにして謝罪に来たということなんですけど、問題はですね、この組合がこの謝罪を受けて、損害賠償請求訴訟を取り下げちゃったんですね。何なんと。本来だったら損害賠償請求訴訟を継続して、かつ誰がこの公序良俗に反するとして2時間でこの交流広場でのイベントを中止させたかっていう責任者ですよね。で場合によっては姫路市の市長が中に介入してんじゃないかという疑いありますんで、こいつらを徹底的に誰が責任者で、どのような判断で、こういう強制処分をしたのかと、イベントを中止させたのかってことの追及が一切ないんですよね。何なんだと。戦う側の意識が低すぎんですよね、これね。トマベチ・ヒデトさんですね。認知科学者。縫合分野は計算言語学、人工知能、理算数理学科、分析哲学、認知心理学者という学と。すごいですよね。専門性が単なる一つじゃなくて、いくつもわたっているマルチな学者でしょうね。で、この人は、あれですよね。何でしたっけ。再造のオーナーですよね。週一出るようになったね、MX テレビで。いいことですね。彼が登場するってことは、世の中かなり変わってきたなって感じですね。本来だったら彼なんかは、まあ、陰謀論者として片付けられて、いるんですけど、彼が、まあ、MX っていう
テレビ全国かな、東京ベースですかね、の何ですか、キャスターでもないけど週1回出てくるっていうこと自体が世の中変わってきたってことでしょうね。カプリコムスさんっていうのは何なんだろう。ゴージャスなカボチャ、正しいのか間違ってるのか我々には分かりませんからね、捏造されたとしても一般には分かりませんと。何の話なんですかねこれ。エイマーさんという人、 よくある話、これ何のこと言ってるんですかね。全知全能の神を信じるかっていうことなんですかね。ちょっと分かんないですね、何を言ってるのかね。よくある話ですね、本当によくある話って何なの。冤罪のこと言ってるのかな、正しいのか間違ってるのか我々には分かりませんからと。あ、捏造、あ、これ冤罪のことか、そういうことかな。冤罪事件に関して我々には分かんないとこういうこと言ってるんですか。だって冤罪、本人たちが20年間刑務所につながれて無実です。青木、恵子さんが訴えて、それで弁護団が実際に判決で検察側が、あるいは警察側が言ったことが実証できるのかどうかということを実験したんですよね。そしたら供述通り、あのガソリンを、車のガソリンをから車からガソリンを取って、それを撒いてライターで火つけたというふうに警察、検察では供述してるんですけど、それを実際やっても蒸発して火がつかないという検証実験をしたんですよね。だ、それを最新裁判の冤罪の話ですよね、最新裁判の裁判官はそっちの方が理にかなっているということで最新裁判をして刑の執行を止めたんですよ。で、20年ぶりに刑務所から出てきた。これは我々には本当のことは分かりませんっていうふうに言えるの、エイマーさん。あなた自分の頭で考えなということですよ。高橋さん、ご理解いただけならお引き取りくださいか。ご理解いただけないならお引き取りくださいって、まさにそういうことですよ。邪魔をしている時間のある超暇な方々、私はあなた方が羨ましいと。こっちはもっと時間が欲しいということですね。よっぽどあれなんだよ、暇なんじゃないですかね。ということで何でしたっけ。だからもうカプリコム、もう出てっていいですよ、あなた。もう削除ですよ。時間の無駄だよね。ということで、何でしたっけ。話が折れて何の話してるか分かんなくなるんですけど、あ、この姫路市のことですね。だから姫路市が謝罪した、憲法21条に違反してました、申し訳ありませんというふうに謝罪して、これで丸く収まっちゃってるのはいいのと。この組合の委員長、違うだろうと。損害賠償請求裁判をなんで取り下げるのと。継続してやればいいじゃないかと。その上にこの決定を出した責任者を特定して、その責任者たちを憲法第21条違反と、それから刑法193条公務員の職権乱用罪で刑事告訴すべきなんですよ、徹底的に。これをやんないでなんで途中で矛を収めちゃうのという、わかんないですね、組合の委員長。それでこの情報をくれた愛さんという方が、
コメントで開挙ですと言ってるんですよね。開挙の声じゃないでしょと。開挙、泣き寝入りせず戦うことって、何も戦ってないじゃないですか。なんで刑事訴追しないのと。責任者戦うことっていうのはそういうことでしょということですよね。興奮する気持ちは分かりますという、別に興奮はしてませんけどね。石ちゃんこんばんはということと、ということですね。これはあの今日の異論反論という新しくコラムを設けまして、憲法第21条違反を認めて謝罪した姫路市当局を組合はなぜ損害賠償請求裁判を取り下げて許してしまったのかということに対して、と私は思うんですよね。徹底的に戦って刑事訴追しろよと。本来だったら憲法第99条に公務員の日本国憲法遵守義務っていうのがあるんですけど、なぜか罰則規定がないから安倍晋三以下全ての政治家官僚が憲法違反尊重しないとしても罰則を課せられないということで堂々とやってるわけですよね。でそれに対して、日本の最高 裁判所の長官が一切何も言わないと。何も言わないということは容認してるということですよね。だからこれほどまでに憲法が無視され破壊され、法律が無視され破壊され、公務員が職権乱用でやりたい放題と、安倍晋三が民意を一切、尊重せず、自分のやりたい放題をしているというとんでもない、この日本社会がこの子3年でここまで来ちゃったとこういうことなんですよね。最初ビジネスジャーナルのようなビジネスジャーナルもそうなんだ。オウム真理教から洗脳された警察庁長官を撃った元富士署警官の洗脳を解くために警視庁から依頼され、認知科学者、本業は認知科学者なんだ。なかなか才能多彩な人ですよね。砂月さん、三大宗教から新興宗教までそれぞれに全知全能の神がいれば、人間の社会を悪はせず自分たちで人間の住みよい社会にしてるはず。神は死んだというより最初からいないんだ。最初からいないんです。こんなでっち上げなんですよ。今日のメインテーマですけどね。それから参考情報ですね、刑法公務員職権乱用罪193条、公務員が職権を乱用して人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したとき2年以下の懲役または禁錮と。これで責めるべきなんですよ。本当甘いんだよね、戦う側がね。これだ。193条って覚えておいて。これは使うべきですよ。刑事ですよ、これ。これですね、刑法公務員職権乱用罪193条。公務員がその職権を乱用して人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したとき、2年以下の懲役または禁錮。2年以下っていうのは全然軽いですよね、こんなの。10年以上、20年以下とかね。厳罰に処すべきですよね、これね。ジョナちゃん、病気療養中さん、ゴータマ、ブッダも神はいない、断言してたねという。いないんです
煩わせると、そうですね、煩わせるということですね。から今日の一言ですね、私の言葉ですけど、人間や動物や自然界は神が作ったものではないと、しかし神は人間が作ったんだということなんですね。そうなんですよ。神というのは人間が作ったんですよ。でも人間は神が作ったんじゃないと。これですね、今日の一言。人間や動物や自然界は神が作ったものではない。しかし、神は人間が作ったものだと。ということですね。から今日のキーワード、今日のメインテーマとは、の中で出てきます。ハルマゲドンという、ウィキペディアの抜粋。ハルマゲドン。日本語では最終戦争はアブラハムの宗教における世界の終末における最終的な決戦の地を表す言葉のカタカナ音社ヘブライ語でメギドの丘を意味すると考えられていると。世界の終末的な善と悪の戦争や世界の破滅そのものを指す言葉と、戦争を終わらせる最後の戦争と、一説では大観難の頂点がハルマゲドンと言われているということで、ここでですね、アブラハムの宗教とは何かということで、これは3つあるんですよね。一番古いのがユダヤ教からキリスト教、イスラム教、これ全部アブラハムの宗教なんですよ。預言者アブラハム。だからこのハルマゲドンの考えっていうのは、ユダヤ教も持ってるし、キリスト教も持ってるし、イスラム教も持ってるということだったね、ですよね。神なんか人間の恐怖により生まれたものですよと。カニはいませんよという。そうですよ。だから人間を恐怖に、人間の恐怖は、特に中世、古代とか中世とか、つい最近まで、森が怖かったですよね。夜になると真っ暗で獣が住んでると。で今は照明があるから照らせば何もないっていうのは分かるんですけど、昔の人は夜になるともう恐怖の中にいるわけですけど、その恐怖を利用して、神をでっち上げて、それをネタにして神を信じないと地獄に行くぞという恫喝をして、これはまた変なのが入ってきたね。いう恫喝をして、絶対的な神をで信じさせるという、いわゆる一般庶民を洗脳して支配し搾取するでっち上げなんですよね。今日のメインテーマですけど、ハルマゲドン。でハルマゲドンを信じてる人っていうのは多いんですよ。アメリカ人の約4割。なんだろうかな。こっちか。これですね。世界の終末における最終的な決戦の地を、地名なんですよね。ハルマゲドンという。メギドの丘ということらしいですね。トリックですよ、神谷と。ヨナさんじゃ。シカゴさん、特別公務員職権乱用罪。特別っていうふうにつくと、いわゆる、警察官とか、検察官なんですね。
高橋さん、三大宗教から新興宗教までそれぞれ全知能の神がいれば人間の社会は悪すらはせず、あ、これさっきのあれですね、それを武力で制圧するとどうなりますかという。神が宇宙を作ったならばその前は何をしてたのかというそういうことですよね。何でしたっけ。宇宙ができる前、神は何やってたんでしょうと。暇でしょうがなかったのかね。今日のキーワードですね、ハルマゲドン。から今日の座右の銘ですね。これは一番大事だというのが 1,2,3 いつも定番であるんですけど、それプラスアルファで4つ目ということですね。で、1が世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと、宮沢賢治の言葉ですね。から2番目、命もいらず名もいらず官位も金もいらぬ人は始末に困る人なりと、この始末に困る人ならでは患難を共にして国家の対応はなし得られないと、最後高まること。3番目、天下の聖堂に立ち天下の態度を行う人とは、孟子の言葉、どんなに金を積まれようとも金の誘惑に負けて聖堂を踏み外すことは絶対ないと、どんなに貧しくなろうとも志を曲げて金のために悪を働くことは絶対ないと、どんなに強力な権力が脅しにかかろうとも恐れ命を惜しんで屈服することは絶対ないということですね。で、4番目はオーストラリアの、これも何回も取り上げてますけど非常に重要な言葉だと思うんで、オーストラリアの小児科医で放射線障害に詳しいヘレン・カルディコット博士の言葉と、2012年11月19日の衆議院第一議員会館内での記者会見で田中隆作さんの記事の中に出てたんですね。1、福島の高線量地域で子供や妊婦、妊娠可能な年齢の女性を避難させないのは医学的犯罪だと、18歳未満の子供に超音波検査を実施したところ約 40% の子供に甲状腺異常が見つかった、これは小児科の見地から見て極めて異常だと。これ2012年ですから、それから3年も経ってるんですね。で、この状態がずっと続いていると。機敏状態ですね。2番目、子供や妊婦、妊娠可能な女性の移住について国が費用を負担することが重要なのに、弱い立場の人を守らず、東電、テプコを守るために予算を使っていると。3、日本には放射能を帯びた食品を食べることに対する規制がなく、汚染した食品を子供に食べさせることは、メディカリリーモラル、医学的に非道徳だと。4、広く一般に知らせる責任がメディアにあるが、日本ではそうではないようだと。メディアがもう一切大本営発表しかしないということですね。5番目、福島の事故は終わってないと。40年かけてきれいにするというのは不可能だと。これから300年以上、土地も人も食物も汚染されたままと。彼女の本があるんですけど、本の中で1000年以上って書いてあるんですね。6番目、瓦礫の焼却は犯罪行為だと。放射能汚染と放射能被曝を福島以外に拡散させる犯罪行為なんですね。というのが今日の、座右の銘ですね。4つ。砂月さん、真理万象に神宿るとした日本は食事の時命いただくという意味でいただきます、唯一絶対な神ではないとい う, まあそうですね、真理万象の神と。ただそれを国家神道として、一神教天皇に祭り上げたのが明治以降の多部制マフィアによるでっち上げ天皇制、ジジイだと。これは何なんだろうね、こいつらね。創価学会のあれと全く同じですよ。妨害が始まったってことですよね。ゴンちゃん、おいクソジジイだって、何なんだこいつは。
これはもう完全にあれですよ、創価学会と同じですね。2年前のあれが始まったってことですよ。ということで、今日の日本国憲法ですね、第95条、特別法の住民投票と、これ、地方自治なんですね。これは昨日の、太田さんの話の中に出てくるんですね、地方自治を守るということで、その地方公共団体に適用される特別法っていうのは、その地域の人たちの住民投票の過半数がない限り、国会は制定することができないという条文なんですね。これは私知らなかったんですけど、これは大切なあれですね。白を流しさんですね。アーメンって、これも、ゴンちゃん、お前舐めた口聞いてんじゃねえぞという、この人を叱ってんですね。ゴンちゃんさんがお疲れ様ですということで。ほら、ゆうとくんか。ゆうとくん職員じゃないじゃないですか。よくわかんないけど。ということで、95条ですね。これは今まで全然注目してなかったんですけど、だから昨日の話で太田さんは、彼が住む千葉県含めて福島とか茨城とか等々で、廃棄物の貯蔵所を設置すると、建設するという県なり国の方針が押し付けられていることに対して、そこに住む地域の住民投票の結果、過半数が賛成しなくちゃできないでしょうと、この95条を適用しろということなんですね。やっぱり安倍氏は日本破壊の工作員と、売国 TPP 推進人口削減のための正規雇用をなくす、ワクチンで人口削減ということですね。それから今日のメインテーマですね。なぜ人は全知全能の神を信じるのかと。で、なぜ米国民の4割、1億2000万人が人間とこの世は神が1万年かけて作ったと。ハルマゲドンの地で善と悪との最終戦争が起こり、善が勝利して神が降臨すると本当に信じてるのかと。だからなぜ世界のキリスト教徒、21億人いるらしいんですよね。ハルマゲドンでの地で善と悪との最終戦争が起こり、善が勝利し神が降臨すると信じてるのかと。なぜ世界のイスラム教徒16億人がハルマゲドンの地で善と悪との最終戦争が起こり、善が勝利して神が降臨することを信じてるのかと。なぜ世界のユダヤ教徒1400万人がハルマゲドンの地で善と悪との最終戦争が起こり、善が勝利して神が降臨すると信じてるのかと。だからキリスト教徒でもイスラム教徒でもユダヤ教徒でも、まあ多少のニュアンスは違いますけど、ハルマゲドンの地で最終戦争が起こって善が勝利して、神を信じてた善の人たちが神が降臨するのを見れるんだというふうに、3つの異なった宗教の人たちがこれは信じてるんですよね。同じようなこと、一体何なんだと、なぜかということですね。で、なぜならばと、全知全能の神は一般庶民を洗脳し支配し搾取するために、支配 権力階級、宗教権力プラス政治軍事権力プラス金融権力がでっち上げて作った大嘘であり、貧困や飢餓や病疫や疫病や戦争に苦しみ、神にすがるしかない一般庶民の弱みにつけ込んで、子供の頃から洗脳し教育し教会に所属させたからなんだと。そして神を信じない者、神の存在を否定する者を異端者、
魔女として徹底的に弾圧し抵抗の芽を摘んできたからと。なぜならば支配権力階級括弧宗教権力プラス政治軍事権力プラス金融権力括弧は一般庶民に洗脳し支配し搾取するために人は生まれながらに罪を背負ってるという嘘を信じ込ませて原罪を背負わせ贖罪のために生まれてから死ぬまで教会に依存し贖罪のために財産を教会に寄進させる仕組みを作ったんだと。オカルトは信じていませんという。あれ、サンタクロースを信じてる俺はどうなんだろうって言って、と信じるなってことじゃないですか。なぜならば支配権力階級宗教権力プラス政治軍事権力プラス金融権力は一般庶民から抵抗力批判力を全面的に剥奪するために人間の力では到底及ばない知恵と力を持っている全知全能の神をでっち上げて洗脳し人間を無力化したんだ。なぜならば支配権力階級宗教権力プラス政治軍事権力プラス金融権力は神を信じ信仰心に厚いものや教会に財産を寄付するものを善人とし逆に存在を疑う信仰心が薄いものや教会へ財産の寄進が少ないものを悪人と区別してとして区別し死後善人は天国へ上り悪人は地獄に落ちると大そう言って一般庶民を恫喝したからだと。ということですね。でなぜならば支配権力階級宗教権力プラス政治軍事権力プラス金融権力は神を信仰にこれは善人と悪人を分けて、悪人は地獄に落ちるというふうに恫喝したと。でこんな嘘っぱちに騙されず我々は言うべき事実は以下の2つだろうと3つだろうと。で1人間や動物や自然界は長い年月をかけて細胞が分裂して自らが進化して現在の姿になったのであり全知全能の神が1週間とか1万年で作ったものではないと。2番目、全知全能本当このバカが多いね。それから2番目、全知全能の神は支配権力階級宗教権力プラス政治軍事権力プラス金融権力が一般庶民を洗脳し支配し搾取するためにでっち上げた大嘘であると。それから3番目、全知全能の神を信じる人間は考える力や自由や基本的人権を自ら放棄してでっち上げられた超越的な存在に帰依し支配され搾取される奴隷なんだと。だこの全知全能の神がいわゆる存在する神として例えば昭和天皇だったり明治天皇だったりあるいは創価学会の池田大作だったり、あるいは会社の、小天皇といわれるさまざまなところに小天皇みたいなやつがいるんですよ。で彼らは全知全能の神みたいな存在として周りを支配し搾取するとお言葉だね。もうくだらないやつはもうコメントしないと消しちゃうと。これは完全にあれですね、創価学会がまた戻ってきたと。2013年8月に戻ってきて、それで先週の金曜日に突然2万3000ぐらいの市長になって、それで若いやつが今日このように絡んでくるということでしょう。だから創価学会の中央がですね、指令を出したんでしょう。だからもう絡んでくるんだと。
いうことですね。全部消しますんでね。で、殺すとか、じじい死ねとかって言った場合は、告訴するからね。徹底的にそいつの、素性を暴いて、その覚悟でやれということですよね。それで参考情報として、これ面白いんですけど、地球の誕生と人間の歴史、ウェブ利用辞書っていうのがあって、これ今、URL を貼り付けますんで、非常に面白いですよこれ。46億年の地球の歴史を1週間に置き換えてみようということなんですね。それで、46億年前ですねの日曜日にするんですね。午前0時0分0秒、地球誕生と。それで、同じ40億年前、同じ日曜日で午後9時55分、原始生命誕生と。で、35億年前、月曜日、午後4時10分、バクテリア出現。30億年前、火曜日、午前10時26分、光合成を行う生物出現。23億年前、水曜日、午後0時0分、0分、酸素を取り込む細菌出現と。18億年前、木曜日、午前6時16分、細胞に染色体を持つ生物出現と。12億年前、金曜日、午前4時10分、動植物の共通の祖先誕生と。6億年前、土曜日、午前2時5分、三葉虫など進化した生物出現と。4億年前、午前9時0分、安定したオゾン層形成。3.6 億年前、午前10時51分、シダ植物繁栄、昆虫が栄えると。3.1 億年前、午前0時0分、両生類から爬虫類が進化と。2.3 億年前、午後3時36分、爬虫類から原始的哺乳類進化。2.1 億年前、午後4時20分、恐竜の時代が始まると。1.6 億年前、午後6時9分、始祖鳥出現。1億年前、午後8時21分、皮脂植物出現。から6500年前、午後9時38分、恐竜が大絶滅。5000年前、午後10時11分、大型の哺乳類が出現。1400年前、午後11時30分、原始的な霊長類、ラマピクテス出現。300年前、午後11時58分25秒、人類の祖先、アウストラ、トラロピテクス出現。50年前、午後11時58分54秒、北京原人など出現。3万年前、午後11時59分56秒、新人ホモサピエンス出現。1万年前、午後11時59分58秒、農耕が始まると。で、地球の歴史が1週間なら、人類の歴史はわずか1秒余りと。上の表に従って宇宙の誕生を仮に今から150億年前とすると、それは地球ができたのと時のおよそ15日と19時間50分前、つまりビッグバンの起こった時が1月1日の午前0時だったならば、1月16日の夜7時50分頃地球が誕生しますと。そしてさらに1週間かかってようやく人間の時代となりますが、この時、この時間の長さでは人類が文明を持ってからまだ1秒とわずかしか経っていないと。人類の歴史なんていうのは、宇宙
の誕生150億年前、とすると、たった1秒ということですね。稽古コメント欄に一言コメント等の荒らし行為はおやめくださいと、 NG ユーザーに入れますと、おこうと、お茶、ということですね。創価学会それどころじゃないよねと、池田大学先生、大先生意識が終わりなのでしょうか。まずその質問説明からどうぞという、ということですね。これはなかなかいいあれですね、情報ですね。これだから人類なんか地球が生まれてから1週間経つとすると、人類が農耕を始めてから1秒だということですね。宇宙の始まりはビッグバンだという前提でこれは書かれてますね。ということで今日のメインテーマは、なぜ人は全知 全能の神を信じるのかと。これはもう一般庶民をがんじがらめにして、洗脳し、支配し、搾取する最大の装置ですね。それを支配階級としての宗教権力、政治軍事権力、そして金融権力がこぞって、完璧な形で、作り上げたと。で、特に彼らの力の源泉というのは、子供の幼い頃から洗脳するってことなんですね。洗脳教育なんですね。ですから、キリスト教徒21億人、イスラム教徒16億人、ユダヤ教徒1400万人と。だから、37億1400万人と。そうですんで、地球70億人とすると、半分以上が、このキリスト教徒、イスラム教徒、ユダヤ教徒になっていると。彼らのいわゆる支配、搾取の基本構造ですね。これがガッチリできちゃってるということでしょうね。ぜひあれですよ、NG ユーザーに入れてください。どんどん。二度と登場しないように。ということです。今日のトピックスですね。これは一番目が辺野古合間な何分なんですかね。53分47秒、閲覧126名様、計967人というのは異常に多いですね。これはもう創価学会ですね。ほとんどは。コメント92件と。普通だったらせいぜい300ぐらいなんですね。だ同時に見てる人が閲覧125名で、累計で今日のこの中継を見たと。一度でもクリックしたという人の合計が972人というのは異常に多すぎますね。ということはもう完全に妨害目的の創価学会ですよ。辺野古問題で制度乱用、今度は行政法学者が安倍政権にノーという日刊現代ですね。憲法学者に続き今度は行政法学者が立ち上がったと。沖縄県の尾長知事が名護市辺野古の埋め立て承認を取り消したことに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき国交省に審査請求と執行停止の申し立てを行った問題、
この政府の行動に行政、法研究者93人がノーを突きつけたと。北北海道から南は沖縄大学まで全国の学者が声を上げていると。23日に連盟で出した声明では、行政機関沖縄防衛局が審査請求することは行政不服審査法では想定しないと指摘、国交省に対し審査請求と執行停止の申し立てを却下するよう求めるとともに、政府が取っている手法は制度を乱用するものであって実に不公正であり、法治国家にもとるものと言わざるを得ないと厳しく批判していると。そもそも行政不服審査法は国民、私人の権利、利益の救済が目的、それを無視して国が国に対して宅付けを求めること自体が めちゃくちゃな話と。行政法学者たちは仮に県と国の法廷闘争になった場合、県サイドを支援する覚悟だと。もうやらせですよね。だって防衛、沖縄防衛局が国交省に審査請求、執行停止も求めてたって何なんだよ。仲間じゃないですか。沖縄国際大学教授の前泊広森氏がこう言うと、本来は国民が異議申し立てをするために作られた制度なのに、安倍政権は考えられないような悪用、乱用していると。法の専門家として異議を唱えざるを得ない。今の日本は法治国家ではなく、解釈も放置するし、憲法も放置するし、民意も放置すると。法治国家ですよと。このままいけば民主主義は崩壊していくと。なんとかそれを食い止めなければならないということですね。こいつらあれだね。うるさいね、しかし。ということですね。から伊方原発3号機再稼働、愛媛県知事が同意と。伊方原発、この最初のですね、辺野古の日刊現代、これなかなかいい記事ですよね。それから次に伊方原発3号機愛媛です。愛媛県知事が OK を出したと。中村という知事ですって。こいつの名前をみんな覚えておきましょう。言い方ですね。3番目、独身料は月1128円と。年金機構の縮小、家賃も常識外れという日刊現代。これもひどいですね。株の運用で10兆円損したと言われている日本年金機構ですよ。これが全国で、207棟を持っているんですって、宿舎で。入居者ゼロが2014年末で13棟もあると。それで独身寮には1000円ぐらいで貸してるっていう、何なんだとこいつら。国民の年金を元にして全部その物件を建ててるわけでしょ。こんなことありなのと。会計検査員何やってんのと。もう公務員のやりたい放題でどうしようもないですね、日本はね。これですね。独身料月1128円ですって。
それからイラク戦争情報間違ってたブレア元 A 首相は謝罪だった。今頃何言ってんの。彼がなんで出てきたかっていうと、この検証委員会の独立調査委員会の報告書の公開が間近とされると。で、今回の発言予想される批判に先手を打ったと。こういう本当このこいつは戦争犯罪人ですからね。もう法廷に引っ張り出して、戦争犯罪人として法廷に引っ張り出して、で刑務所にぶち込むべきなんですよ。ブッシュ以下のチェイニーとかラムズフェルドとかあの辺のネオコン一体ですからね。ああマイナス16。それから例のあれですね、冤罪事件ですね。冤罪事件で東住吉放火殺人事件というんですね。再審開始、大阪高裁も指示と。26日午後2時に刑の執行停止を自然発火否定できず自白信用性ないということで再審請求が裁判が始まったと。それに対して検察は懲りずにですね、抗告してんですね。再審裁判をやめろと。即時抗告。で、これは大阪なんだ。大阪地裁が再審開始を指示、決定して、それに対して検察が即時抗告をしたんだけど、高裁が却下して、裁判が始まったと。こういうことですね。だからまあ私がいつも言ってるように、日本はこういう冤罪事件含めて一般庶民が犯す犯罪があたかも凶悪犯罪みたいに大手マスコミに宣伝され、みんながそれを信じ込むと。だからこういう冤罪事件も結局自白しかないということで、キャスがおすすめに上がっているから閲覧が多いのかも。ああなるほど、おすすめというのがあるんですか、エレファントムさん。ああだから玉石混合になっちゃうんですね。おすすめで来てる方は真面目にこのワイドニュースライブの内容を聞きたいと。それではなくて、創価学会中央の指令で、このあれを邪魔しろという命令で動いているバカどもはまた別にいるということですね。シカオさん、巨大資本とイスラエルの奉仕していたブレア路線とは。そうですね、コルビンさんってはそうなんですよ。ブレアが英国労働党を乗っ取っちゃったんですね。で、彼はもうイスラエル、新イスラエルですから、ネオコンですからね。おすすめはトップページの一覧に載ることですと。仕事するさん、なるほど。じゃあおすすめに入ったんだ。なるほどね。ちなみに愛媛県知事は三菱商事に入社し、燃料面に配属し、三菱商事か、原発推進は当然流れと。よくまあこんな人間を知事にしますね、愛媛県の有権者。今乗ってますということなんだ。なるほど。佐藤遥さん、宇宙は物質エネルギー、空間時間のない完全な無から始まったと。これが現代物理学の基本姿勢ですと。ノーベル賞もこの理論から多数受賞しています。悔しかったら理論的に計算で反論してごらん。できるわけがないよねという。これは誰に言ってるんですか。原理主義者、キリストとか、いわゆる、この世は1週間で神が作ったと。固く信じてる人たちに対しての、あれでしょうね、悔しかったら計算で反応してねと。今乗ってますってことですか。
おすすめから来ましたと。あ、なるほど。ぜひあれですね、どこから来たかっていうのを言っていただくと、こちらで区別できますね。創価学科から来ましたとかね、あるいは信濃町から来ましたとかね、そういうことを言ってくれると、即分かりますんでね、お茶が多いとトップに上がるよ。あ、そういうことなんだ。へえ、それは知らなかった。ということで、真面目な視聴者が増えてるってことも確かでしょうね。変なのは混ざってますけどね。おそらくおすすめを見て変なのも一緒に来るということなんですかね。右翼に反論ということですね。佐藤遥さん、ゴージャスなかぼちゃですね。プラス10ですね。ともみさん、お茶が多いとトップに上がるようですと。ともみさんですね、おすすめから来ました、始めましたという、こういう方いいですよね。コインは延長、お茶はおすすめになるのですと。あー、トネムナさん、なるほど、お茶っていうのはそうなんだ。お茶がたくさん入れていただくとおすすめの方に入るんですね。そのような効果が お茶にあることを初めて知りました。私も知らなかったですね。それで、今日の重要情報、これひどいですね。南スーダンレイプキャンプの実態、女性数千人が性奴隷にという AFP 日本語版。これちょっと URL 貼り付けるの忘れちゃったんですけど、これぜひ読んでください。AFP 日本語版です。結局戦争とか大混乱になると、弱いものが犠牲なんですけど、そのうち女性がこういうふうに性奴隷にされると。これはもう戦前のあれと全く同じですよ。十分にやると。だから安倍及びそのファシスト一味は、従軍慰安婦なんかなかったんだと。彼女たちが売春婦として金儲けで自発的にやったんだっていう全くの大嘘ですね。ついて歴史をねじ曲げようとしてるんですね。南京虐殺もなかったと。でユネスコが中国の南京虐殺を登録したことに対して、もうユネスコに対する日本の供託金というか、金は出しませんよという、恫喝しているという、もうヤクザ以上だね、最悪だね。イラク戦争、情報間違ってた、ブレア、朝日新聞ですね。それと、今日の注目情報、橋本市長の削術に騙されるなと、維新の交付。政党交付金を横取りしようとしたのは橋本ら大阪組の方だったと。これリテラですね。これもあいつの正体がもうバレバレですね。橋本もう詐欺師、安倍と全く同じですよ。嘘つきであり詐欺師であり公金横領の犯罪人ですよ、あれは。でその犯罪人になんで大阪市民、大阪府民が指示を出すのと、なぜ賛成するのと、なぜ彼の街頭演説に拍手が湧くのということですね。声に余裕があるときはお茶、豆乳が有効ですみたいな、そういうことですね。ということで、リテラのこの記事、ぜひ情報拡散していただきたいということですね。ということで、今日は不愉快な妨害がいくつか入りましたけど、でも、おすすめを見て、この番組に来てくれてる、まあ、真面目な若い方も、増えてるということで。でも大阪では維新の人気がすごい。何なんだろうね、何なんだろうね、大阪市民って。結局あれなんですかね、全知全能の神イコール橋本徹に見えちゃうんですかね。自分たちが痛めつけられてるから彼に期待するとそれを解決してくれるんじゃないかっていう全くの大嘘に騙されて洗脳されて支持してると、いつものパターンですけどね。シカゴさん、URL 貼り付けてくれましたね。数千人が性奴隷ですよ。基地ですかねと、ラッツェルの環境決定論と。お茶、こんばんは、お茶ですという、シュウさんですね。
お茶たくさんいただくと、なんかおすすめのところに、つながるということで、よろしくお願いします。配信ありがとうございました。あ、白玉さんですね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。現在は午後8時8分ですね。70分23秒、閲覧145名様、計1597名様。山崎先生、つまりこちらの勝ちですということですね。そうですね。まあ大体勝つんですよ。正義は勝つんですよ。大人は何をやってるんでしょうかと。私たち若者は何を、そうですね。いや、若者の人は、やはり一つはこのワイワイニュースライブをぜひ熱心に聞いていただいて、まず日本国憲法を勉強してもらいたいですね。ですからこれですね。この小冊子がありますから、これを買って、いつもカバンの中に入れとくと。いつもこれ何かあるとこれを見るんですよね。日本国憲法、それとあと明治維新、あれが全くのでっち上げの、軍事テロ、クーデターだったと。そして孔明天皇と明治天皇2人を殺して、山口県の、田伏村という官村出身の大物虎之助に、すり替えたと。で、その彼が明治天皇として絶対的な権力を握って神様になって、で、大正天皇、そして昭和天皇ということで、全国民を洗脳して侵略戦争に動員したと。そして悲劇的な原爆を2発落とされて、敗戦され、国民が貧困と飢餓と戦死と戦傷と生活破壊ととんでもない悲劇に見舞われたという歴史、戦前の明治維新から1945年敗戦、それから戦後、今までの現代史、これをですね、ぜひ勉強してもらいたいですね。いつも何時配信されると。だいたい予定は6時なんですけど、だいたい6時半か7時後ですね。今日も7時でしたね。ということです。そしと、要するに、現在日本の支配と搾取の基本構造という、でっち上げ天皇制と田伏システムという、田伏マフィアによって、ぜひアドバイスをありがとうございました。歴史が興味あるんで、勉強してください。だから日本国憲法ですよ。日本国憲法を身につけて、それを武器にして戦うということですね。橋本万歳ですって。日本国憲法、この理念は最高です。高橋さん、戦争を絶対に否定したのですからということですね。それで仲間で、勉強会を開いてよと。2人でも3人でも。それと同時に、お父さんお母さんと一緒に、家族勉強会ってのをぜひ週1回でもやってもらいたいですね。ということを私は若い人に期待してますということですね。ともみさんありがとうございましたですね。おていさん、山崎さんアドバイスありがとうございます。歴史に興味あるので改めて勉強しようと思います。勉強してください。ということです。橋本大阪市長、小泉改革の再現、これはあれですよね、竹中がシナリオ書いてるっていうことですよね。 あいつなんですよ、マッキンゼとかね、悪いやつが初見です。一徹さんではないですよねって、これは何、一徹って何なんですかね。大丈夫、私にはジョナちゃんと。いうことで、終わりです。74分31秒。橋本は永田町の金を悪用するバカどもに対して堂々と批判して優れた。だこれが全くの何も分かってないんですね、この人。衛生君。橋本っていうのは、彼が大阪の府知事の時に、3年半やって、途中で投げ出して、で、財政再建して、来た時は、倒産寸前のボロ会社だったけど、私が財政再建して、ピカピカの
儲かる組織にしましたと言って大嘘ついたのね。なんでかというと、彼は負債という負の債権を大量に出して、でそれを収入に入れちゃったんです。おそらく3年半で2兆円か3兆円の負債を発行させて、それを政治家だったら、これはあれですよ、山本太郎ですよ。現在は将来のためになりましたというエイマさん、お疲れ様でしたと、トネイマさん。で彼は要するに詐欺をして粉飾決算をして、本来だったら会社であれば完全に刑事罰で逮捕起訴され刑務所なんですけど、なぜか橋本徹大阪府知事の粉飾大決算、粉飾決算に関しては誰も大阪地検特捜も動かないと。で逆に大手マスコミは彼が有能な知事だったということで大阪市長選に200万、圧勝しちゃったんですね。だそれでも橋本さん、だからもうこいつはいいよね、衛生君っていうのはもう登場するんだと。いうことですね。ああ、橋本徹は阪神タイガースなんですかね。いらないですと。橋本は登頂すらサボってると。ほとんど登頂なんかしてないでしょ。別のことしてんだから。ということです。橋本の新党結成の裏に安倍、姿の密約、その先にある辛坊大阪市長、橋本総理大臣と恐怖の姉妹、リテラか。なるほど。ともみさん、山本太郎さん。ということです。それじゃあ、これで終わりですね。皆さん、たくさんのコンティニコインと、それからお茶ですね。お茶が役に立ってるっていうのは知らなかったですね。ということです。佐藤さん、どうもありがとうございました。大丈夫、正義は勝つ、以上ですね。周さん、お疲れ様でした。スー君、なぜやまったのか理由を教えてくださいという。まあ、明日教えますんで、明日も見てください。ということで、お疲れ様でした。今日は終わりです。